ザカリー・ジョン・クイーントはアメリカ合衆国の俳優、ザッカリー・クイーントと,と表記されることもある。ペンシルベニア州ピッツバーグ出身。父親のジョンはイタリア人とアイルランド人の血を引く利用師だったが、ザカリーが7歳の時に高い。1995年に高校卒業後、カーネギー・メロン大学のドラマスクールで学ぶ。主にテレビシリーズで活躍し、24。 24- のアダム・カウフマン役やヒーローズ、ヒーローズのサイラー役でブレイクする。2009年公開のスタートレックでは若き日のスポック役を演じ、宇宙大作戦で同役を演じていたレナード・ニモイと共演。また、スタートレックと関連の深いオンラインゲーム、スタートレックオンラインでも配役は異なるが、ニモイと共演している。2011年10月、ゲイであることを公表した。 ゲイのティーンエージャー、ジェイミー・ロードマイヤーの自殺によって、こうにそれと知られず、ゲイとしての生活を送ることは、単純に完全な平等への童貞に待ち受ける異業に、有意義な貢献を果たすのに十分でないと直ちに、分かったと語っている。公表以前からクイーントは長きにわたり、トレバープロジェクトなどの団体とゲイの権利を支援していた。2009年には、 提案8号の通過を受けて行われた、ステージリーディングの人よ企画、スタンディング、オンセレモニー、ザ・ゲイマリッジ・プレイズや1998年に起きた、マシュー・シェパードの殺害にまつわる舞台、ザ・ララミープロジェクト、10イヤーズレーターに、出演、2010年には、LGBT の若者の自殺を食い止めることを目的とした、インターネット運動イット、ゲッツベタープロジェクトにビデオを投稿していた。 ありがとうございます。